フリースタイルダイアリーで123日目のフリースタイルデボビーツ。いや、今宵は藤川町若草の巣窟から鬼。いや、いや、2020年お外に出るのにもやけに人に気すら使わねえといけねえ。最近なんだかおかしい、気づいてるかな。気づいたとしてもやっぱり大事、健康大事、しっかりとしないとまずいね。ぽっくりきたかねえし本当に。やよ、安らかにお休みください。志村けんさん、ビガビガ。昔からなんだかあの変態なおじさんにやられ覗いてた。テレビ画面は今おかしなことになってるぞ。気づいているか。気づいてるだけでもダメ、どうすりゃいいか考え、それぞれが行動。 Yo フリースタイルダイアリーで123日、 He for me 進み出す日、一流万倍 B からお届け。ホニーフリースタイルダイアリーで123、He for me in for me 続けるだけ。ああ誰の見本もね、自分自身さらけ出せ探せ。着てる服ならインタープリー、街から街のつながりでキャッチしたそれぞれのエネルギー、テレパシー電波キャッチ。 5G の調子はどうなの、マッチ。それで体に被害はおかしい、おかしい、何かがおかしい。おかしくても反論もできねえ、全部操作されちゃってるぜ。かわいそうな子羊たちを全部先導するヒーロー、今必要な時かも思いながら震わせているぜ。このひととき音の波捉えてキャッチ。今宵はどこ、藤川町若草の巣窟から届け。何してんだお前も寝ぼけている暇などねえぞ2020年。 Yo、 あらから声出すのもあり、 Yeah、 全部言わないのもあり。目つむって開く第三のあいつ、どっから誰かを見てる。もしかしたら隣からキャッチ、シリすらも全部盗聴器。何の話、知ってる人たちだけの話、それも今や全員が共有。インターネット SNS 上ばらまかれる変な噂。ああああ、お国のあれも遅れてる。ああああ、またなんだかおかしいけどおかしい。笑えるぜ、笑えたことフローしてる。フリースタイルダイアリー123日目。Hey、 死ぬまで続けるこの目黒いうち、yeah、 ただの暇つぶし、生きてるだけの話。ナイスカニ。